おはようございます。釣り子 TV です。これが届きました。待ちに待ったやつなんですけども、デプスって書いてありますね。ちょっと最近忙しくて、不在票が入っていて、で、ようやく家に届いたんですけども、この小包というか、まあ、ちょっとしたね、音。あーですよね。そしてまあデプスでこのぐらいのね小包で届くってことはまああれじゃないかなということで、今年はですねデプスのウェイブメンバーにねあれに登録してみたんですね。っていうのも今年のメンバー限定のルアー、これのアナウンスが出た時にですね、これもこのルアーが手に入るだけでも入る価値あり、で去年のやつとか見ていてもですね、この白カラーのですねブルシューターとかですね、もう魅力的な商品満載のメンバー限定のですね、そういったのを見てちょっと2018年度はチャンスがあったら買いになろうと思ってたんですね。でまあまあ開けますかね、早速開けてきます。こう何が届いたのかっていうことで、いやーこれはねちょっと熱いですよ。こうちょっとこの開け方で大丈夫かな。あれ手品みたいな、これ、はい、開いた開いた。じゃあ出していきます。じゃじゃ、おお、まだ入ってましたね。かあ、じゃあですね、どっちが前なのかな。早速開けていきますよ。デプスから届いたルアーはじゃじゃん、かー来たー、バスジェットのねえマグナムで、あーいいですね、こうキラリーンと2018デプスウェーブメンバーってことで、こういう会員証がもらえるんですね。ああ、そう、これね、もうかっちょいギラギラしてます、ギラギラ。これ大切に保管してと、まあちょっと今日のメインイベントはですね、これをじっくりと眺め倒してやろうってこういったことになっております。いやー、パッケージがまず渋いですね。デプスって言ったって、このウェブメンバーって書いてありますけどね。あーシンプルにこう裏にね説明書きはね、この QR コードを読み込むことによってそのこれのページに行けるのかな。じゃあちょっとまあでかっ、いやーこういうことでだな、この音が気持ちいいっすよね。ジョロロジョロロ、このウェイトのボールが移動するところにこう溝が掘られていて、でそこを通ることによってこの独特の音を奏でてくれるっていう、うるさいっていうね、このこれじゃないですか、バスジェットといえばうるさい。いやしかもそれがですね
大きなサイズになったことによってウェブなんかで見ると、まあ、嵐とかちょっとね荒れた状況でも魚を引っ張ってくる、パワーをさらにアップさせたっていうことみたいですよね。じゃあまずこの顔周りから見ていきますか。リップで、アイがこうちょっとオフセットというかちょっと内向いたところについていて、あークラック塗装でこんな、なんですかね、ちょっとカエルっぱらっていうかカエル風にも見えるカラーリングだし、で背中はこんな感じで、頭もねすごいこの凝った色ですね。で目は赤くてキラッとしていて、針がいい針が最初からついてる、これフッ素加工ですね。あーちょっとちょっかい出してきたやつはもうかけるぞ。これツルッツルのツルッツルの針ついてますよ最初からね。でまあボディに対してはちょっともうちょっと大ぶりな針なのかなと思ったら、すごいいろんなテストされたんでしょうね。結構そこまでバカでかい針っていうわけではないですね、うん、で後ろがまあ後ろももちろん同じフッ素加工のこのツルッツルの針がついていて、凶悪な刺さりをしてくれそうですねこれで。プロペラもあーこれ結構厚手のね丈夫なね大きなプロペラ、これがね結構ラフについていて、でこの円の、あの中心がこれ真ん中じゃないんですよ、ちょっと端っこにあることによってちょっと不規則なジョロロジョロロってここでジョロジョロガシャガシャなって、さらにこのウェイトがジョロジョロガシャガシャなって、でまあこれの接触音とかもあるでしょうね、もちろん針と、まあ、スプリットリングとあとこの強力なプロペラがぶつかり合うことによって金属サウンドも出て、でまあこの巨大なリップでね、あのもうオリジナルはそうですね、あれ見たらもう結構昔に出てたんですね。オリジナルサイズはあの出た時買って、でフローターなんかに一番ハマっている頃で、そうですね千葉県の各の池にっていう馬詰めここぞっていう時にすごいなんか一番やっぱでっかい魚を引っ張ってきてくれたなって、その日ちっちゃいバス入れ食いだなんていうの池でもバズジェットを投げるとこんなのいたんだって、そういうサイズのブラックバスをなんか引っ張ってきてくれてたっていうと、このねバズジェットってイメージで、で当時はねあのオリジナルサイズでもまあ関東にしてみたら相当なんか大きい、こんなんで釣れんのかなっていう、それまではあんまりないサイズ感だったので、ビッグバドとか大好きで使っていたんで、でその延長線上かなっていうことで買ってみて使ってみたんですけども、まあ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 それでも大きく感じていたんですが、2018年、まあ、もう自分なんか手小さい方なんで手からはみ出ちゃうぐらいこういったサイズになって登場なんですよね。まあここ数年のあのビッグベイトをまあ飛び越えてジャイアントベイトね、スライドスイマー250とか250ですか、ああいった大きなねルアーとかああいったのがまあみんな投げるようになってきて、そう考えるとまあ小ぶりかもしれないなっていう風に見えるようにはなったんですが、そうは言ってもこのうるささと存在感ったら半端じゃないですね。まあ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 どういうところで使うのか、なんかね琵琶湖のそのちょっと荒れた嵐の中でいいよーなんていう感じでアナウンスがいっぱい書いてありましたけども、そうですね関東の使いどころだと
結構やっぱり霞ヶ浦水系とか、あと利根川水系とか、ああいったところで当時好きだったのだと、ズイールなんかもね、アマゾンシリーズなんて言って、アマゾンプロップとかですね、ちょっと大きめのトップウォーター、1オンス超えてくるようなトップウォーター、ああいうので夏の暑い日の夜ですとか、あとまあまあ夕まずめ朝まずめですよね。で、まあ日中なんかもね、投げ切っているとドカーンなんていう50アップが出たりっていうイメージはあるんで、そういったところでまあおかっぱりで使ってみたいなというところと、あとは今年ね、本当最近動画でも、やってますけども、戸面原、三島湖、豊草ね、ああいったまあ特に戸面原なんかもうずっと本当にまあおかっぱりもあんまりできないし、まあボートも借りれないしっていうことで封印されていたダムでも、トップウォーターファンには本当なんかね、名前の知れたダムだったってことで、あそこがついにオープンしたんで、まあそういったところのちょっとハイシーズンの朝まずめとか夕まずめね、ボートの借りれる時間帯で効くんじゃないかなと思って、それでもって投げてみたいな。まああとは今もうね、ほんと日によっては25度とかそういった日も増えてきたんで、今まあもう間もなくもうスポーニングも本格的なシーズンになっちゃうかと思うんですけども、ああいう時ね、ほんとバスも繊細ではあるんですけども、ほんとうるさいの大嫌いだよなんていう瞬間とかがあるんで、そんなとこでこういうリップで移動距離を抑えたガチョ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 こう一点シェイクね、これね、前に好きだったまあちっちゃいサイズの使い方としては、ほんと投げてダーンってアクションさせてジョロン、ダーンってアクションさせてジョロン、これのショートピッチでの繰り返しで、もう一箇所でネチネチとまあなんていうか首振りをさせるっていうか、ジョカショズカショズカショで、シーンって待ってつかしょ、シーンって待ってガバン、こういうね使い方とかよくしてたんで、ちょっとそれに準じて今最近こういう大きなのも投げる強い竿なんていうのもだいぶ自分の手持ちの竿の中でも増えてきたんで、ちょっと積極的にですね、このちょっと大ぶりなサイズですけども、これね、投げていこうかななんていう風に考えております。で、何よりも楽しみなのがウェーブメンバ ー会員限定のルアーが買えるようになってくるっていうことで、今までね一回も買ったことのないブルーシューターのジュニアサイズですとか、あとはねオリジナルサイズので、まあ去年出たから今年は出てくれるのかという感じですが、ほんと秋口のこの白パターンに向けてね、大型のブルーシューターのこの190サイズとかね、ああいったのもね、メンバー会員で買えるといいな。あとは今年デプスのルアーを使って、そのいろんな種類の魚を釣ろう、100魚種をみんなで目指そうなんていうイベントも開始されるみたいですからね、まあそういったところで、まあ海釣りなんかも大好きなんで、ちょっと伊豆大島ですとか、まあ離島ですね、あとはまあ海外行けるかな、まあもしそういうチャンスがあったら、なんか珍しい魚をね、ルアーを使ってデプスの狙っていく、あんなのもね参加できたら楽しいななんていうふうに思っておりますが、何にしてもこれね、これがまずもらえる時点で買い2000円とか そんなもんで慣れちゃうっていうのは、これならない理由ないよなね、なんかねすごいお得ですよね。とにかくまあまずはこんな先制パンチですね、これでもう一気にノックダウンされちゃった感じですけど、まあこういったセットがやってきて、いよいよ買いになれたのでね、釣りの方でね、まあワームの釣りが多いですけどね、自分の場合ブルーフラットとかベッコンクローとか、ああいったデプスで言うとまあワームを使った釣りが大好きなんで、あそこら辺の動画なんかが多くなってくるのかな今年もと思うんですけども、ちょっとねこういったプラグ類ね、使って、まあ
なんとかね、本当自分はあのプラグってあんまり投げない人ですからね、ちょっとイメージないかもしれないですが、せっかく手に入れたからにはですね、まあ、こういった大ぶりなルアーなんかもブンブン投げれる、人になりたいなと、理想では思ってますんでね、ちょっと頑張って投げて、でデカバスをゲットできる、ように頑張っていこうなんていう風に考えております。というわけで、こちらね、本日、まあ、届いて速攻でね、カメラを回してる次第なんですけども、2018年度の、デプスのウェブメンバーに、登録したので、その登録メンバー限定のバズジェットのマグナムサイズが届いたよって、こういった動画でした。はい、リコー TV でした。